室井ゆ月、き、陰謀論で心配される。先日、室井さんがツイッターにて、このような発言をしてしまいました。政権交代したら、某政党に雇われたネット工作員のことを調べてくれって陳情しよう。もう、噂だけじゃないよね、これ。そういう人がいなくなるだけで、随分世の中が良くなると思うとなっておりまして。この、室井さんの人に対して、 まあ、インターネット上の意見を見ますと、批判というか大丈夫なのかと心配されてしまっておりますが、まあ、こういった室井さんが主張する某政党に雇われたネット工作員というもの、まあ、こういったネット工作員を運用しているのは現状では中国共産党くらいではないんでしょうか。また、日本においては同じ共産党が党員をただ働きで ネット工作員として利用している事実は、共産党自体が認めておりますけれども、室井さん、こういった様々な批判を受けることに対して、このような陰謀論を主張されても、何も解決いたしませんので、室井さんのご自身の主張に、何らかの 問題がないかとか、また問題がなかった場合でも、主張すれば当然そういった主張に対して賛同も批判も出ることを理解していただき、ぜひともこのような陰謀論から卒業をしていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。